こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。花です。ミクです。さあ、前回に引き続きまたまたそのシリーズ秘密倉庫の方に来ておりまして、はい、でさね、前回のシルビアをご覧になった皆さんはもう横にチラチラ映ってたんでね、気になった方もいるかもしれないんですけど、はい、これなんとあちらのシルビアをね、売っていただいたオーナーさんと同じ方の、はい、車見ればわかるんですけど、はい、あれ持ってるだけでもやばいのにそうですね、はい、ド変態ですね。もう全部仕上げちゃった車ですね、はい、いやこれ実はさ、はい、あのオーナーさん的に言うと、うん、前に紹介したシルビアが、まあ、なんか弟分的な感じ、あ、本物本ちゃんはこっちみたいなさ、そういうイメージらしいですよ、うん、弟分でも仕上げすぎでしょみたいな。でもあの愛着からすると、はい、やっぱりシルビアの方がいいらしいですよ。あーね、まあ、ワンオーナーでずっとね、新車からずっと乗ってましたから、あ、まあ、これは本当に、まあ、こっちに対する思い入れは強いです。お、まあ、こっちはまあ、ね、あのそうではないので、あ、そうなんですね、そんなこと言ってたかな、うん、言ってたよ。あ、言ってたんだ。言ってた、うんうん、まあ、でもこう情熱はね、同じレベルでこうかかってるみたいな、そうですね、そんなお車なんですよ、はい、で今日のこの 34GTR も前回のシルビアと同じで、はい、まあ、できればうん、ね、乗っていただける方を探したいっていうことで、うん、次のオーナーさん今日撮影させていただくので、うん、まあ、34GTR のフルチューンが欲しい人って今どれぐらい日本にいるか分かんないんですけど、はい、多分こういう車ちゃんと紹介するような動画ってそこまでないと思うんで、はいはい、ぜひチューニングカー好きの皆さん、 34GTR 好きの皆さん、最後までご覧いただければと思います。お願いします。お願いします。はい、茨城県下妻市の GT カー専門店トラスト企画、この度メカニックを募集します。自動車業界で働いてきた実績がある方、特に10年以上のキャリアがある方大歓迎。スポーツカーが大好きな方、好きを活かせる仕事がここにある。ご応募お待ちしています。はい、みーくん、これは前回のシルビアのお客さんが一緒にみたいな感じだったんですよね。これみーくんはね、あのキャリアカーで行って、はい、ね、積んで帰ってきた車です。うんうん、はい、あっちが自走で、そうです、はい、そうです、はい、はい、なんかなかなかこう買取査定で ここまでのフルチューン車両ってないと思うんですけど、あんまり。そう、今ね、どっちかっていうと本当にオリジナルで乗られてる方の査定が非常に多くて、うん、はい、うんうん、はい、まあ、こういうのも実際ね、過去に買い取りしましたってでこうね、これも販売動画なんですけど、実はちょっとまあ半分自慢みたいなね。あ、そうですね、はい、はい、まあ別にもし売れなければ別にこのままでもいいなって感じですけど、うん、どっちでもいいよ、まあ、欲しい人がいればまあ、まあ、ぜひね、売ってやるぞ的な感じの動画になってますまたこれあれなんですよ、本当にね、こういう車たちって、はい、結構大阪の方でさ売ってるんですけど、はい、大阪のある車とね、茨城にある車は全然別格ですから。そうですね、はい、あのね、比べてみるわかります。ちょっと知りたいですね。一回行ってみろって感じだ本当に。そう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 、こう見ちゃダメよ、こう見ちゃ。あ、ね、この角度あ、こう見ちゃダメよ、こう下見てねって、下見て下見て、はい、はい、下回り、はい、必ず下回り、見えないとこ見て、はい、そうすると答えが出ますから、はい、なるほど、なるほど、なるほどって感じになるから、はい、大丈夫です、はい、でこれはでもそっち方面から来た車ですけど、そっち方面から来たんですけど、うん、これはね、ちょっとね、違うんです。お、あの、ちょっと茨城寄り、そう、筋が違うんです、うんうん、はい、はい、はい、これ、うん、ちなみに査定入った時ってこうどういうあれだったんですか、うん、連絡的にはどっちが、うんうん、まあ、両方です。あ、両方だった。そう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 、うん、すごい、うん、一緒に買えますかみたいな感じですか。まあみーくん的には、うん、まあ、こっちが欲しくて行ってます、うん、正直言うと、ね、そうですね、はい、で、まあ、あっちも売りたいっていうことだったんで、まあしょうがないが買ってやっかみたいなでもお客さん的にはこっちがすごい愛着、があって、ね、こっちを高く評価してくださいっていうことだったんで、うんうん、まあ2台合わせてこうバランス取ってこう、うんうん、いい感じにで全部あの2台でこれですみたいな感じで、得意なまとめ買いで、そうです、はい、まとめ買いしてますね、はい、ちなみにこれも専門店見てるんですか。これも見てるんですけど、こっちの評価が低かったかもしれないですね、もしかするとね、まあ、同じくらいっていうか、まあ、低いっていうか、はい、なるほどね、まあまあ、当然ミー君ね、あっちの方は少し安めで
査定させてもらってて、まあシルビアだからね、こっちはちょっと高めで設定してて、はい、まあそれで多分うちに来たと思うんですけど、はい、バランスでね、まあ、バランスで、はい、はい、そうですね、はい、なるほどね、はい、これちなみに概要を少しお話しすると、はい、これ平成11年の 34GTR の標準車です、うん、ベースは、ベースはね、はい、ベースは標準車なんだけど、うん、もうね、外観とんでもないことになって、はい、まあ、これもそうだし、これもそうだしね、これもそうだし、ここも下にそうだしね、もう後ろの羽も取っちゃって、もうブレーキから何からホイールから何から全部ついちゃって、何もかもついてて、はい、みんないいパーツがついてるんですよ。そうなんですよ、ちゃんと高級なパーツが全部高級パーツ高級パーツで、そう、足回りのアームからブレーキから何もから高級パーツ、みんな金ピカですから、はい、金ピカ、うん、そうですね、はい、もう本当に、しかも、うんうん、ね、中もすごいのよ、うん、中もすごい、メーターからもうシートフルバケットシートからね、コンピューターからこれ見て、うん、メーターなんかオートメーターなんかないですよ、オートゲージ、うん、全部デフィちゃんと、うんうん、そうで、ちゃんと入ってんだよね、そう、ちゃんと入ってんです、作り込んでる感じでね、そう、まあ、作り込まれちゃうと逆コンプリートできないんですね正直言うと、はい、はい、はい、これできないので、これはこのまま販売する形になっちゃうっていうことですよね、はい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 、できないんですよ、メーターだけ取っちゃおうとかさ、そういうのができないんですよ、これ。ちなみにこのバンパーもボンネットもこのフロントフェンダーも全部ニスモです、本物の、うん、はい、で、そう、ステッカー貼っちゃうんじゃないですか、うん、ステッカーこう、こう貼ってあって、こう貼ってあって、こうまでされちゃうとちょっと嫌なんですよね。あーねちょっと嫌なんだ。そうそう、ちょっと嫌なんですよこれね、こうなんかここで切れちゃってんじゃないですか、うん、なんか中途半端になっちゃうじゃないですか、ね、でこっちのフェンダーもなんかこう売ろうと思うとなんかついてて、なんか割りんです、なんかね、ちょっとこれ両方セットで買わないといけなくなっちゃうんで、そうしかもこのカーボンの素地にステッカー貼るのってなかなか嫌ですよね。嫌ですね、これですね、これ剥がそうとするとですね、これ残っちゃうんですね、こうよく見ると塗り跡が残っちゃって、ちょっとね、これやめてもらっていいですかねあと色焼けてたりするんですよ、ね、そうそう、焼けてて、ここがね、いくら剥がしてもさ、ここなんか貼ってありましたねとか、こう文字入ってますねって分かっちゃうんで、ちょっと剥がしにくいんですよ。でこれ一回また剥がそうとするとこう残っちゃうんで、こう汚くなっちゃうんですよ、うん、だからまあこのままそう、うん、そう、じゃあちょっと開けますよ、はい、はい、いやまた似たような似たような感じ、似たような感じで、もうタービンからこのね、このタンクもほら丸か四角かも違いですから、そう本当にタワーバーも見てください、はい、あ、これ最近のやつですけどね、あ、そうですね、はい、もうついてますね、はい、もうこんなにしちゃって、純正を探せって、これぐらいじゃないですか、純正、あ、ファンね、ね、ABS とかね、あね、そう、はい、もうこれも、うん、RB26 じゃなくて 2.8 リッターになってて、うん、Vカムがついててっていう、そうですね、はい、はい、もうサージなんかおかしいじゃないですか、これ使うのなんか、もうシングルスロットルですね、もうすげえもう太い感じでこれ。ねえ、花ちゃん大好きでしょ、太って太いのね。ね太っちゃって今に、うん、太いの大好きでしょ、ね、いろいろ、ね、すごいですね、うん、これは、うんうん、ね、うん、まあ、おそらくエンジンだけで、まあ、300万ぐらいかかってるんじゃないですか、もっとかかってるかな、うん、かかってますね、うん、はい、パーツだけで、だってもう全部、だってもうインジェクターからデリバリーから全部変更じゃないですか、はい、はい、まあ、V コムやる時点でもうかかっちゃってますからね、はい、その内容自体が、うん、そうだね、でこれなんとミッションも、うん、さっき1号で見たようにこれ本当はさ 34GTR って男のゲトラグ6速じゃないですか、うん、男の6速、うん、それを下ろしてまでこうシーケンシャル、下ろしてまた男の子に下ろしてまたこう前後にしか動かないやつ、うん、もうね
扱いにくい。ちょっとね、もうなーり、もうね、赤色車に乗せるのもめんどくさい。本当に乗っちゃ楽しいんだろうけどさ、本当に慣れちゃえば。やっぱさ、エッチじゃないと。うん、そうそうそう、エッチパターンじゃないと、エッチパターンのがいいでしょ。ねえ、タナちゃん、私アルファベットだってエッチだもんね。タナちゃんエッチ好きだね。 H でお願いします。エッチだ、ちっちゃいツーいらない。タナちゃんもしかしたらアイパターンかもしれないです。アイパターン、アイパターンかもしれない。やっぱりアイパターンですね。上に乗っかって、上に乗っかってアイパターンな感じで、上に乗るとアイパターンになっちゃうね。アイパターンでシフトあるんですか。アイパターンありますよ、あの上に乗ると。うん、そうそうね、上に乗るでしょ、上にこうゲトラグの上に乗るでしょ。ゲトラグ、そうシーケンシャルに乗って、そう動かすときは前後に動かすでしょ。アイパターンでね、そうするとね、あのシーケンシャルはアイパターンだね。そうそうそう、前後にしか動かない。そう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 、アイパターン、あれ見れるんで、シーケンシャルで、シーケンシャルでなってるでしょ。何の話ですか。そうそう、いや今日車の話してるんですよ今日。なんでそうやってそっち振るんですか。ね、同じようなチューニングラインの中で。そうそうそう、そうそう、戻しましょう。はい、はい、でこれね、車体色見た通りこう真っ白、うん、真っ白系なんですけど、はい、これなんともともとは、うん、そこのね、うん、ピンナンバー見ると、うん、TV2 って書いてあるんです。ほほほほほ、どっかどこにも、どこにも TV2 の形跡がない、がない、はいはい、ということは、うん、はい、全部、うん、ホワイトボディまでバラして塗ったってことなんですね。あらなら、いかがわしい車なんだこれ。いかがわしい色がどんなので買ってきて、うん、こう作ってったってそうそうそうおっしゃってましたね、うん、オーナーさんが。これね、仕入れ先がおかしいんだよ、どんがらの。あ、そうなんですか。そうそうそう、え、それ知らなかった、聞いてないから。やば、何それ。そうそうそう、そんな値段で買って、どうすんのやってぐらいのね、はい、値段で買っちゃったらしいから。うわ、はい、あ、結構高い。はい、そうです。そうなんだ。はいはいはい、はい、はい、じゃあそのわざわざベイサイドブルーのやつをベースに越しちゃったの。、うん、すごいっすね。お見せにします。でもこれのお客さんすごいいい方で、うん、まあね、紹介したシルビアとこれと、うん、あと SR のスペアエンジンまで買い取りしてるんですよ。忘れてた。そうそう、そういえばそんなのもありました。わざわざ後々持ってきていただいてね、うん、本当にありがとうございます。その説は、うん、本当にだってアビちゃんになんかどんだけプレゼントしてんだと思って。全身プレゼントもらった。そう、ヘルメット、グローブ、スーツ、靴まで全部もらった。車だけ見て、いやちょっとこれも欲しかったなみたいな。これすごいよね、目立つよねこれね。すごい、これなんかオートサロンに出てもおかしくないぐらい。いや全然おかしくないと思う。おかしくない。何色ですかって感じやこれね。何色だ、コーションプレート見て。コーションプレート、そうそう、何色ですかって感じでね。これじゃあちょっとトラスト企画のデモカーにしましょうよこれ。そうですね、これで出展しましょうよ。何、ここにトラスト企画って書いてあって、そうそう、ここにこう貼って、うん、ここの V カム、あのトラストカムとかにしちゃう。あーね、いいかもしれない。 T カム、 T カム、 T カム、 T カムで。あとこれだってうちから買ったやつじゃねえのかって。あー、ね、ダメよそういう、あのそういう裏の流れを。そうそうそう、なんかこっちだけ欲しいとかって言うんだよね。いやでもね、なんか、うん、あ、これまだ言っちゃいけないか、うん、こっちもね欲しいとかって言ってし、うん、今度逆に言っちゃってるし、ね、あ、言っちゃってるじゃないですか。まあ、うちからね、あのいろんなあのパーツをね、あの持って行ってもらってますけどね、買ってもらってますけどね、まあ、はい、合ってます。業界の皆さん結構ね使っていただいてます。はい、はい、そうですね、はい、やっぱショップさんもね、新品で手に入れられないものとか、うん、まあ、新品だとちょっとコストがかかっちゃうものはね、トラスト企画からね、はい、購入していただいてますので、はい、はい、で業販もやってるんでね、もし、はい、声かけてください、ぜひ。そうですね、はい、ウェルカムです。はい、じゃあちょっとこれエンジンかけますか。エンジンかけてみましょう。エンジンかけてみましょう。はい、はい、シルビアと違ってこっちはすげえちゃんとセッティングしてある気がします、ね、もうアイドリングもすごい安定してるし最初から、ね、乗り味もこっちの方がすごいマイルド。おお、そうなんだ、こっちの方が普段使い。あ、こっちの方が普段使いできそうだよ。どっちかといえば。こっちもこの、これもでかいな。
げえな。であとこれ車いいのがここ見てください。ちゃんとねこの経験車両のインジケーターあるんですよ。だから今何速入ってるか分かるんだよね。こうやって1とか2とか。すげえ。いやみんな回ってるけどこれ絶対難しい。これ、ね、難しいのよちょっと。え？何？今副上司してしまった感じですね。はい。今副上司してしまった感じです。もう花ちゃん動かしすぎ。激しい。え？まあそんな感じで、これこんなにいじってあるのにハンドルがノーマルっていうのがこだわりだって言ってましたね。確かに。あノーマルあった。ノーマルハンドル。MFD の画面劣化してます。そうですね。そこだけだね。ちょっと劣化が出ます。これブースト何キロかかるんだろうね。これ 2.0 でこれじゃ足りないんじゃない？もしかして。80点さあという感じで、はい、脱線しながらフルチューンではあるけれど、はい、すごくよくできてるっていう 34GTR なんですよね、うん、なんかね普通フルチューンだとさやっぱエンジンアイドリングした時ってちょっと不安定だったりするんだよね。大きいギュ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 みたいな。ないよね。ないんですよ。もちろん噛むとこ変わってんですよ。ないな。ブレーク安心もあんなに安定するんだね。そうなんですよ、うん、音も最高だったマフラー、はい、まあ、やはりもうね主張の強い感じのショップで作ってあるので、うん、そうそう、うん、まあこれねいくらかけたんだっていうところだと思うんですけど、はい、まあなかなかこういう車をねこの状態で買っていただける方が日本にいるのかってまた同じ話になっちゃいますけど、はい、ちょっと聞きたいのが、うん、やっぱ GTR こそノーマルのね方がこう評価的にはあれかと思うんですけど、はい、フルチューンの場合は どうですか。まあそうですね、うん、要は、まあ、海外のお客さんは基本的にそのやっぱフルチューンに従う傾向にあります、うん、特にシングルタービンにしたりとかする、確かに確かに、ビッグタービン仕様にするケースって多くて、うん、もうやるんだったら本気でもうやるっていう感じで、はい、まあ、両極端ですね。まあ、本当にノーマルで本当に何もいじらずにもう本当にフルコンディションで、うん、いいコンディションで乗るパターンと本当にもういじってあってやるっていうパターン、限界まで認める、はい、そうですね、なるほどね、はい、うん、まあこれもうできてるって言ってますけどね、まあこれをまたベースでいろいろ自分好みにやっていただくっていうのも楽しみなのかなと、うんうん、まあそうですね、基本的にノーマルからここまですると、もう1台か2台変えちゃうんで、いや多分途方もないと2台変えると思いますよ、はい、2台変えちゃうので、いやいや、なのでだったら最初にここで仕上がった状況の中からスタートした方のが、うん、もしいじる人にとってはいいのかなっていう気がします、うん、なるほどね、まあ、実際いじらなくてもこのままでいいって言うんだったら全然このままでいい、このままでいいですね、もうステッカーだけちょっとどうにかするステッカー中ぐらいかなって思いました私も。あ、そうですね、チューニングするな、はい、そうですね、じゃあちょっとねこれトラスト企画のデモカーにしておくのはちょっともったいないというか惜しいし、うん、まあ、できればね乗っていただける方にお譲りしたいということで、うん、まあ、こちら販売させていただきたいと、まあ、そうですね、テロップが出てると、はいはい、これ一応撮影してる目的があって、はい、まあその過去にもいろいろこう紹介したりとかしてるんですけど、うん、まあ紹介したやつって実は全く売ってないわけじゃなくて、うんうん、もしタイミングがあったりとかした場合には販売できますよっていうのが一つ、はい、ね、うん、でもう一つ、うん、最近ノーマルの車多くてノーマルの車のその紹介ばっかりさせてもらってるんですけど、うんうん、やっぱりこういじってあると、うん、価格ってどうなんですかねみたいな感じで、うんうん、まあ、これ問い合わせが来るようなやっぱりセールス、なるほどなるほどね、戦略、そうそう、販売動画なんですけど実は買い取りの問い合わせが来るように
なっている動画になってますんで、はい、こう正直に言ってるとか、全部言ってしまうっていう、ね、そうそう、普通言わないんです、言わないんですけど、本当は言わないんですけど、今回はちょっとでもついついペロペロ喋ってしまって、言わないと、そうそう、いやでもちゃんとね、こういうフルチューンでもみーくんが評価して買ってきてるわけですから、はい、みーくんが実際に買い取りしたお車です、そうそうそう、はい、まあ、ノーマルだけではなくね、うん、まあ、元々トラスト企画パーツ屋さんですから、はい、それこそね、そうですね、そのついてるパーツ一つ一つの評価もできるし、そうです ね、うん、まあ、これ綺麗だけど外装あんまし汚かったら、うん、ね、パーツ取っていくらみたいな、うん、やり方もね、うん、過去にもやっていたので、そうですね、うん、例えばこれ買った人もボンネット買いたいっつって、うん、ボンネットうちに売るのもありですし、うん、あ、そうだね、で、はい、うちから新品のボンネット買ってくれればいいでしょ、それもありなので、うん、そういう風にね、ズブズブになっていければいいなと思うので、関しては、うん、一応販売動画だから値段の時間ですよね、うん、厳しいですね、なかなかこれね、今いくらっていうのを出しちゃうと、はい、実は山陽 GTR って、うん、値段の変動が少し激しいんですよ、やっぱ他の車と比べると、そう、価格差 の、 安い時と高い時のこの差があって、相場がこう、うん、結構動くんですよ、うん、で、なぜ動いてしまうかっていうと、はい、まあ、どっちかっていうと、そのやっぱ海外のお客さんのオーダーが強いんですよ、うんうんうん、で海外のお客さんって結局この為替っていうのがあって、そうだ、ね、日本円とドル その為替相場があるじゃないですか、1ドルいくらとかっていうの、うんうん、あれに結構左右されてきて、うん、本当に今パンって言っちゃうと為替でだいぶ変わってきちゃう下手すると大損するかもしれない、だって20円とか簡単にだって変わるんだよ、うん、1ドルあたり、いや怖いですね、そうするとね、十何パー違っちゃうわけじゃないですか、パーセンテージで、ね、話してるのが10円100円の話じゃないからね、これの場合、はい、はい、そうすると下手すと本当に100万200万簡単に変わってしまうので、うん、いくらっていう販売じゃなくて、はい、今だったらいくらですよっていう感じ で、 そうです、ね、お問い合わせいただいて、はい、個別に対応できるようにしたいなと思っております、よろしくお願いします、はい、アスクってことですね、そうですね、 ASK そう、まあ、ASK にする理由っていうのはそこにあるっていうことですね、で今後本当に値段がもしかすると上がってしまう可能性もありますね、あるんですね、うん、これあと、もうあと1年、1年ですね、1年でアメリカに行ける子になりますので、うん、はいはい、これね、2つ本当にさっきも言ったように、海外のお客さんにもこう実はこう発信してる、うん、まあ、本当は国内にしか今売れないんですけど、うん、まあ、まだ残ってるようだったら買いたいっていう、うんうん、ね、あと1年後に買いたいっていう可能性も出てくるの で、 そうです、ね、今いくらって言っちゃうと こう上がってた時に言ってましたよねっていう時にちょっと辛くなるので、はい、まあ、ASK になってるってことなんですよ、はいはいはい、まあ、そこだけご理解いただいてね、はい、そうですね、はい、まあ、本来であれば国内に売りたいです、はい、ね、まあ、だったら多分早めに多分お問い合わせいただいた方のが、ね、多分値段は比較的っていう値段で購入できるのかなっていう気がしますね、はいはい、まあ、おそらくこれを買ってきて一から作るよりかは、まあ、だいぶお求めやすい金額でご提示できると思いますので、はいはい、それはもう そうかなと思います、はいもうなんか排ガスの匂いでちょっとねやられてきてるんですよね、はい、苦しくなってきてる、またということですので、はい、もうこういうねフルチューン車両であっても、うん、弊社でしたらお客様の満足できるお値段で買い取り可能です、うん、はい、なので査定はこちらの方に、はい、で販売のお問い合わせはこちらの方に、うん、よろしくお願いします、お願いします、はい、また次の動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ、バイバーイ。車好きのみんな集合、一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中、誰よりも車に詳しい三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう、あなたのご応募お待ちしています。